原さん。映画応援団の心得その1、声を大きく。その2、ハキハキと。いつこういう話になってたんですか。私お願いしたつもりは。すいません、あいつね、学生時代応援団だったらしいんですよ。迷惑だからやめとけって言ったんですけど聞かなくて。しばらくああやってれば気が済むと思うんで、申し訳ありませんがよろしくお願いします。髪を切らない。はい、それじゃね、手を見せる。なんか柏木さん、取りつかれてんじゃん。怖いですね。すいません。あれ、うちはどこ行った。